皆さん、メンバーのチューリングオッケーですか？オッケーですよ。はい、お待たせしました。じゃあそろそろ始めさせてもらいます。今日はですね、74回目ですね。2009年の3月からやってですね、来年でもう丸7年になるんですけどね、74回やってます。で、2019年にはですね、オリンピックの前の年ですけども、100回の予定ですんで、そこまでの契約ですからね。そこまではとりあえずね、締めなんで頑張ってやりたいと思いますので、皆さんもそこまではね、お付き合いください。よろしくお願いします。今日初めての方はいらっしゃいますか？わざわざありがとうございます。なんか間違えてきちゃいました。そこまで歌声喫茶じゃなかったので、ありがとうございます。今日フォーキッサーと歌う喫茶を普段やってるんですけどね、次の土曜日かな、フォーキッサーってことで、今日はそれよりもちょっと若い方がですね、いらっしゃって、年齢層もかなり若いんです。はい、そこ強調してますけどね。で、歌本もあると思うんですけど、で、私の方でですね、次は何ページの何とか何とかですと言いますんで、ページ数を見てですね、皆さん大きな声で歌ってくださいというシステムなんで、ちょっと難しいかもしれませんけどもね、最後までお付き合いの方でよろしくお願いします。で、1曲目なんですが、これは毎年お決まりなんですけども、毎回お決まりなんですが、ここの、社長様の作詞で、今日来てないんですけども、小林進さんが作曲の、ここのテーマソングということで、0ページ目なんですが、僕のお気に入りという曲ですね。で、これフォーキッサーと言いつつもかなりロックンロールの曲で、戸惑ってる方もいらっしゃると思いますが、こういう曲なんで勘弁してください。じゃあ今日はですね、ベースからちょっと騒がしくですね、騒がしっていうか元気よくですか、やってみたいと思いますので、初めて聞く曲は初めて聞く方は何があるのか分かんない状況ちゃうんで、ちょっと聞いてる方も分かんない。そうですね、あっという間に終わっちゃいますからね。一応俺お決まりなんで、ちょっとお付き合いですね。じゃあベースからいきますか。はい、じゃあ僕のお気に入りよろしくお願いします。店のテーマソングなんですけどね、平日来たからはだと思うんですけど、本当暇なんですよ。こう言ってもなんですけど、ワンコインライスとかね、昼やってますから美味しいです。今日はカレー食べましたけども美味しかったです。ワンコインライスやってますからね、なかなかお客さん来なくて困ってるらしいという様子もございますんで、もし皆さん機会がございましたらね、潰れちゃいますかね。社長自ら今爆弾発言しましたけど、本当ね、ワンコインで、ね、食べれていろんなバラエーションがあってね、お買い得だと思いますよ、私。来たことありますけど、はい、お店の宣伝はこれぐらいにして、
本題のフォーキスラに戻りますが、ですね、96ページご準備ください。なだそうそうですかね、96ページです。これは夏川りみさんの曲ですね。2001年ですね。作詞が森山良子さん、曲がビギンということになってますけどね。沖縄の曲ですけども、やってみたいと思いますが、ご準備よろしいですかね。今日は今年最後ね、最初言い忘れましたけども、あの年ね、最後なんで歌い納めってことでね、皆さん悔いのないようにですね、最後までよろしくお願いします。これも女性のキーなんで、皆さんね、今日女性の方多いですけども歌いやすいと思うんで、よろしくお願いします。じゃあ三味線も大丈夫ですね、ちゃんと出ます。はい、三味線も大丈夫ですね。じゃあこれを見て大きなっぽくなったところで、まだそこ行ってみましょうか。はい、ワン、ツー、サン、はい。Thank you.
はい、ありがとうございました。なんかそうそうということで、はい、よろしいでしょうか。やっぱり女性の曲になったんでね、声がたくさん出れていい感じで歌い上げることができました。どうもありがとうございました。で、次の曲ですけども、118ページ118ですね、若者たちか。118ですね。これあれですわ、去年のなんかドラマでかかってませんでした？なんか今年くらいかな、なんかやってましたよね。なんかね、やってましたよね。あとこれ、あの私の中学校の時かな、音楽のね、教科書にも載ってたような気がしますね。オリジナルブロードサイド4というグループなんですか、これは。藤川さん知ってます？うん、黒沢さんですよね。黒沢明？明の息子？息子さんですか。グループサウンズじゃないけど、4人組。なるほど。でこの曲3番まであってですね、3番にまた空にまた日が昇るときってこうキーって伸ばすんですけど、で私のでは3、若者はまたということで、そこだけちょっと注意して、歌っていただきたいと思います。じゃあ若者たち、じゃあリーダーからですね、よろしくお願いします。若者たちですね。これも皆さんよく知ってる感じで声が破れてました。どうもありがとうございました。次の曲がですね、何ページかな、39ページ39ですね。学生街の喫茶店ガロ、これは2人組のグループでしたかね。3人組ですか。
3人組なんですね。すいません、失礼しました。いや、1人生きてますよ、まだ。そういうこと言ったら怒られちゃいますけど、去年ですかね、あの1人新しいか、うん、そう、まだ1人の方も名前忘れちゃったけど、まだ現役でやってますよね。去年のコンサート、全国コンサートでやってますよね。いやいや、歌はこうやって残りますからね、皆さんでね。学生街、皆さん何年前になるかな、あんまり詳しいことは聞こえませんけども、あのつい最近だということでしといて、すぐね、それを思い出して、歌っていただきたいと思います。ご準備よろしいでしょうか。カポいいですかね、大丈夫かな。じゃあガロの、学生街の喫茶店行ってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。君とよくこの店に来たのさ、わけもなくお茶を飲み話したよ。学生で前回と違って学生以外の喫茶店なるほどね、昔学生だった人の喫茶店だったり、今日と人数ね、年末にもかかわらず、来ていただきました、ありがとうございました。先月は8人ぐらいしかね、いらっしゃらなくて、非常に演奏してる方も2人しかね、いなくてですね、寂しかったんですけど、うん、今日は4人いるんでね、演奏する方も、あの演奏する方とお客さんのバランスも非常にいい感じで、最後まで楽しみたいと思います。よろしくお願いします。次ですけども、99ページですね。99、坂本九さんの上を向いて歩こう、行ってみたいと思います。これはあの昭和36年ですね。そんな前なんですね、うん、3歳ですね。本当ですか。13歳でしょ。作詞が A 六助さん、作曲が中村八大さんですね。36年ですよね。もう飛行機事故から30年ってね、経っちゃってますから、本当あっという間ですよね、うん、月日の経つのは早いですが、名曲はこうして歌い継がれて残りますからね、準備よろしいですかね。私が準備できてませんね、ちょっと待ってね。これは11番。
ね。はい、じゃあよろしいですかね。上を向いて歩こう、やってみましょう。ワン、ツ最初に言い忘れたんですけど、すみません、八村さんも今日いらっしゃると思うんでね、一応前半後半で分かれてまして、前半があと2曲、ね、ありまして、その後ですね、一部終わりまして、コーヒータイムということでコーヒーが出ますと。で、まあ、10分ぐらい休んでですね、午後、ごめんなさい、2部ですね、午後じゃねえよ、午前午後じゃないですよね、2部の方はですね、まあ、最近恒例なんですけども3曲ほどですね皆さんの方からリクエストをもらってやってます。で、まあ、歌本の中からですね適当にやりたい曲をいつも選んでもらってでやってるんですが本当は全部やりたいというところなんですけどもちょっといろいろとありまして時間がないもんね。そうですねできる曲になっちゃうんですけどねちょっとそれは別途選曲会議で決まりますんでまあ別途ごめんなさい
コーヒータイムの時にですね、あのリクエスト募りますので、ぜひ皆さん今年最後なんでね、歌いたい曲があったらぜひリクエストください。よろしくお願いします。そんな感じですね。あとじゃあ前半残り2曲になりますが、まずは25ページのですね、夜空の星、ページ数合ってるかな、大丈夫かな、大丈夫ですか、合ってますよ。25ページ夜空の星、ゆずおかやま、ダン工作、これがあの加山雄三さんのニックネームじゃねえ、なんだ、なんていうんですか、作曲者のなんていうんですか、作曲者の名前ですよくわかんない、ペンネームっていうんですか。なるほど、ありがとうございます。ペンネームですね。でこの曲は加山雄三さんが18か19の時に初めて作った曲というふうに聞いておりますが、とてもそんな曲には思えませんね。エレキの若大将とかいろいろと皆さん見た方もいらっしゃると思いますが、その辺を思い出しながらですね、やっていただき、あの歌っていただきたいと思います。メンバーの方でよろしいですか。ちょっとしゃべりが今日長いですかね。いいですか、すいません、いっぱいしゃべってこの最後だ。そうですね、はい、じゃあ早速いってみましょうかね。夜空の星、じゃあこれベースからですね、よろしくお願いします。違うよ、それじゃないって。すいません、あの分かる人が分かりません。今のですね、星野さんのオリジナルの曲でしたね。はい、リクエストこれでもいいですよね。違う、はい、はい、じゃあ気を取り直して、はい、ベースさんよろしくお願いします。かなり今のリズミックですかね、結構息が切れちゃいそうな曲ですけども、お付き合いの方ありがとうございました。前半じゃあ最後になりますけども、108ページ108ですけども、今度はテンポをちょっと落としてですね、ちょっと時間的に早いんですけどもね、見上げてごらん夜の108ですね、108合ってますか、大丈夫かな、見上げてごらん夜の星を、これもあの坂本九さんのつながりで、あとフォーリブスの歌ってたんですかね、やってみたいと思いますが、まだちょっと星は見えませんけども、今週あれですよね、双子座、うん、見ました、見えなかった、なかった、天気悪かったんだよね、良かったんですね、なんか3時とか4時ぐらいが見頃だった、ああ、見た人いますか、見てない、
ね、天気が悪かったんですね、今年ね。なんか北海道とかあっちから見なかった。そう。見ようと思ったんだけど、気がついたらもう寝ててね。朝が来たよ。朝が来た。朝が来ましたね。うん。ということで、まあ今ちょっと天気いいんですけど、夜をちょっと想像しながらね、こう流れ星がこう見えるようなイメージでちょっと歌いたいと思います。はい。じゃあ前半最後になりますので、皆さん、よろしくお願いいたします。じゃあ見上げてごらん夜の星を。じゃあ星野さんの方からお願いします。これで無事前半終了しました。どうもありがとうございました。でちょっとしたらあのリクエストを皆さんの方に伺いますので、ぜひ遠慮なくリクエストください。じゃあコーヒータイムよろしくお願いします。